はいどうも、おかっぱ園長です。じゃあまず最初、こちらのチャンネルの最初の動画はね、桜井翔さんの炎上ネタがありましたよね。どうでしょうこれ、番組映像、まあリアルタイムで見られた方も結構いらっしゃったみたいでね、この僕のこの昨日の動画のこのコメントでもね、全部見てましたと、まあコメントくださった方もいて、まあ僕もなんかこの録画でね、この映像のね、後からまあ確認はさせていただきましたけども、まあ予想通りというか、まあ僕のチャンネルのこの動画へのこのコメントは、まあ予想よりも全然、なんていうのかな、その反対意見っていうのかね、桜井翔さん別にそんな失礼なことなんか言っていませんよと。ね、桜井翔さんのことをよく知らないくせに適当なこと言わないでくださいみたいなコメントが殺到するかと思ったら、そうでもなかったんですよね。ところが、そっちじゃなくて、このマスコミですよね。マスコミが全力で擁護記事を飛ばし始めてるんで、多分ね、この週明け、この月曜日からのワイドショーとかも、どうだろうな、全くこの圧力をがっつりかけて扱うなっていう方向に行くのか、まあマスコミ、このワイドショー、コメンテーターとかなんかを使って、ね、まあ世論のね、まあ多分なんかネトウヨガみたいなことを言ってね、まあなんか何を騒いでるんだとね、戦争を美化してるみたいな、そっちの方、ね、この反対意見、この批判している人はこの戦争をこのね、こう美化しているみたいな、なんかこうそういう、なんだろうな、この桜井さん擁護放送をするのか、それとも全くね、この扱わせない方向でね、もうまあ封印する方向で、だってほら、お父さんが、ね、電通の副社長でしょ、元上級国民でしたっけ、ね、官僚のね、それは圧力かけて黙らそうと思えば、やろうと思えばできるでしょう。まあ、どっちにすんのかなって思ってたんですけども、まあ、とりあえずなんかこうね、この今回のこの総数、この用語記事飛ばしてきたのは、まあ、女性誌。週刊じゃねえや。週刊女性ですけどもね。まあ、気持ち悪いなんか用語記事飛ばしてくるんですよ。ちょっと面白いから見ていきましょうかね。桜井翔、元日本兵に殺してしまったという感覚はという質問で大炎上するも、貫き通す使命感だって。まあ、こんなようなことをね、コメントしてきた人確かにいました。ね、僕のこの動画に対しても。何言ってんのかなって。最初から最後まで見てもさ、ね、どう考えてもなんかそういう、ね、実際にこの戦争を経験した人の、ね、なんか本音、生の声をね、この引き出そうとね、なんかこう長く、ね、この桜井さんは聡明な方で、ね、長くこの報道番組を携わってるんで、ね、あなたは何にも分かってないみたいなコメントしてきた人が一人いたかな。で、そんなようなことをね、この、マスコミ、メディア、記事として週刊女性もね、やってるわけですよ。へえ。使命感だって、あれで。はあ、大したもんだな。12月6日放送、日本テレビ系情報番組、ニュースゼロでキャスターを務める嵐桜井翔が大炎上していると。で、大炎上っていうほどでもないんじゃないの？桜井翔が大炎上も背景にある遺族の気持ちだって。だから結局ね、これ桜井翔さんをこの被害者面させてるんですよね。キモいっつうの。そういうのもう通用しねえんだけどな。相変わらずマスコミはこのね、テレビも新聞も雑誌も日本国民舐めてんだよな、結局。で、今月8日、太平洋戦争から80年が経過するということで、その発端となったアメリカ・ハワイ真珠湾攻撃で魚雷を投下する電撃、雷撃機だよね。なんで電撃機ってなんだよ。え？の、搭乗員として参加した、男性に桜井、これ名前出せよ。桜井さんが取材することになりました。特集冒頭、桜井さんは戦争を絶対にしてはいけない。太平洋戦争を経験した、あ、これも大東亜戦争だよね。本当だったらね。で、を経験した方を取材するたびに出てくる言葉ですとも話した上で、今回の取材 VTR が流れましたと。まあ、テレビ局関係者の言葉を使っても、まずね、桜井さんが本当に言いたかったことはっていう体で、書いてるわけですよね。で、この放送で桜井は、現在103歳の元搭乗員吉岡氏への、直接取材を敢行したと。あれがね、取材ね。で、吉岡氏と共に茨城県日本立体を見学し、攻撃機のレプリカに、桜井が乗り込む様子なども放送された。そして吉岡氏の自宅で当時の話をインタビューする流れに。で、桜井が出撃の時の気持ちを覚えてらっしゃいますかと問いかけると、吉岡氏はハワイで全軍出撃となるまでの流れを説明。
アメリカの白い洋服を着た兵隊がたくさん乗っていた。それをちらっと見ながら、操縦員が、用意撃てと吉岡氏が続ける。そして私が持っている魚雷を落とす、投下策を引っ張って、と魚雷投下寸前までを詳細に語った。すると桜井はそういう時はどういう気持ちなんですかと質問。吉岡氏は魚雷が当たったということで非常に安心しましたけどと答えた。その後吉岡氏が放った魚雷で、アメリカ軍艦ユタは沈没し、真珠湾攻撃ではアメリカ戦艦など6隻が沈没、民間人含む約2400人が亡くなったという桜井のナレーションのもと、その当時の映像が差し込まれたと。インタビュー映像に戻り、桜井は戦時中ということはもちろんですけどと前置きした上で、アメリカ兵を殺してしまったという感覚は当時はという質問を投げかけるが、吉岡氏はいやとしばらく言葉を詰まらせてこう答えたと。そういう問いかけ方だったか。私は航空母艦と戦艦を沈めてこいという命令を受けてるんですね。人を殺してこいということは聞いていないです。したがって命令通りの仕事をしたんだ。もちろん人が乗っていることはよく分かっていますけど、しかしその環境というのは私も同じ条件です。すると桜井のアメリカ兵を殺してしまったという質問にネット上は批判の声が殺到する。桜井将が元日本兵の方を人殺し扱い、もし自分がこういう無神経な質問されたらその場で切れそうとか、これはコメント、批判の声の方ですね。自分で考えたのか台本なのか、恩師育ちのアイドルにインタビューさせるからこんな質問出るんだろうが、とりあえずドン引きとか、正直キャスターとしてもアイドルとしてもゴミだということが周知されればいいのにとか、桜井のこの発言で傷ついた人が多くいるのは事実かもしれない。ここから記事の内容ですね、用語記事ですよ。加えてアイドルがキャスターの真似事をしたと思う人もいるだろう。ただ桜井を中傷する多くのネット上の声は中傷だって事実の指摘なのにどっかで聞いたパターンだな、誹謗中傷扱いだ事実を指摘して批判してるのはもうデマを元にした誹謗中傷扱いだ。ここでもどこで味を覚えたのか知らないけど、マスコミがやることは結局ね、場所を変えてもことが変わってもやることは一緒なのな。で、彼があまりに無知で軽い気持ちで質問したと捉えているものが大半だと。ああ、違うんだ。ね、腹の中じゃ何考えていたんですかね。しかし彼の戦争への思い入れは尋常ではない。ああ、そういえば僕の動画へのコメントでもなんかそんなこと言ってる人いましたね。ああ、そうそう、ニューズウィーク日本版でのね、桜井翔と戦争、戦没した家族の記憶と題し、約2万5000字のレポートを記していると。これがなんか7日発売されたものらしいんで、ね、これをね、上げてる人いました、そういえば。思い入れの強い2万5000字だって。あれなんか、このボリュームをなんかこうね、なんか強く訴えて、28ページも及ぶみたいなレポートのことを言ってる人がどっかにいたよね。なんかそっくりだな、展開が。浅い。国内外、訪れた先で必ず戦争資料館に赴いているという彼は冒頭でこう綴っている。なぜ私が戦争について取材をし伝えなければならないと思っているのか、それは私が遺族だからですと。ほう。そう始まった桜井のレポートは、26歳の若さで亡くなった王子について多くの証言や資料、写真などを用いて徹底的に調べ上げた内容だと。で、その王子がどんな覚悟で戦地に赴き、家族や会ったはずの青春に思いを巡らせ、死にたくないという恐怖を振り切った戦い、どのように散っていったのかまでを克明に書き下ろしている。桜井が抱いている喪失感は間違いなく遺族のそれと言えるだろう。へえ。で、これまでにも桜井はキャスターとして戦争テーマに多くの取材をしてきた。約19万の日本兵が亡くなった戦地パプアニューギニアでは、少しでもご遺骨を日本に返す手伝いができたらと、這いつくばるよう日本兵の遺骨を収集。韓国でも軍事境界線の、北緯38度線に赴いたり、ハワイでは真珠湾攻撃について、ね、待機米軍兵から当時の話を聞いている。確かにニュースゼロでの桜井の言葉選びは間違っていたのかもしれない。しかしアイドルとしてキャスターとして長年発信してきた桜井が自分の放つ言葉の影響力を理解しない、いなかったとは考えづらい。ほう。
戦争を経験した人も少なくなり、直接話を聞けず後悔している遺族も多い中、桜井を103歳の吉岡氏に取材することができた。直接的な言い回しでも、本音を引き出し、戦争を風化させてはいけないという目的意識があったはずだ。あれ、なんかこの辺のくだりも僕の動画へのコメントでもあったな。これ記事書いた人かな。コメントくれたの。それともこの記事を読んでからコメントしてただけなのかな。吉岡氏は桜井からの踏み込んだ質問で前日のように命令通りの仕事をしたと答え、たまらない表情でこう続けた。ですけれども、後からはですね、それとは切り離すと、戦争はしちゃいけないということをですね、一番身をもって知ってるのは私たちだと思っています。これこそが、桜井が最も引き出したかった言葉で、戦争を知らない世代に伝えたかったことなのかもしれないって締めてるんですけどもね。へー、どう思いましたこれ。まあこの記事全体の、まあ、番組を、例えばね、この記事を見て、例えばこのニューズウィークの件なんかを調べてね、知った上で、確認した上でもう一回この、なんかめんどくさいんで、そこまでやる必要はないと思いますけどね。うん、まあ一応ね、その記事を、まあこの記事を確認した上で、このニューズウィーク等でのこの桜井さんのね、この戦争のへの取り組みみたいなのを、まあ、いくつか確認した上で、その後、もう一回このニュースゼロのね、この、吉岡さんへのこのインタビュー、ね、取材の映像を見て、ね、まあ、その上で、なんかこのね、この擁護するコメントをしてる方も何人かこうね、見受けられるんですけども、なんかね、もうこの記事のね、内容がさ、ね、もうすぐピンときたと思いますけども、要はね、一般のこの我々日本国民、ね、ネットユーザーが、ね、この加害者で、ね、この桜井さんをこの被害者のようにまず書いてますよね。で、真っ先にね、やっぱりね、問題があると思うのは、もちろん桜井さんの発言もそうですけども、それよりもやっぱりね、こういうなんかこう失言、ね、もうやらかしたことに対する批判、ね、している我々日本国民を真っ先にこういう批判してくる、攻撃してくる、こういうね、うん、そういう世論をこうミスリードしようとするこの媒体、マスコミですよね、やはり一番腐ってる問題なのはね。うん、例えば今回のこの週刊女性、こういうメディアですよね。うん、気持ち悪いですね。ツランキトース、違うわ。完全に開き直ってるだけだろう。うん、まあどうしてもこれをね、使命感って言うんだったら、制作サイドの要求通りに仕事する、ね、事務所が要求する通りに仕事する使命感じゃないですかね。要は金ですよね。だからまあ元日本兵に対する配慮なんか二の次三の次っていう、そういうことだよね。うん、まあ要は簡単に言うと引っ込みつかなくなったからね、こう言うしかね、こう書くしかないっていう、そういうことですよね。うん、例えばじゃあ戦争云々についてね、随分とこのね、ご自身でね、この戦地にこの足運んでね、うん、身内の話なんかも出してきて、っていうことは当然ね、いろいろ分かってらっしゃるわけですよね。じゃあ例えばね、このなんかこの人の命を奪った、米兵の命を奪った云々言ってますけど、そうなるとね、いろいろこのね、自分で足運んで見て聞いて調べてね、知っているんであればこそ、なんであの質問が出てきたのか余計わかんないですよね。じゃあ例えば、ね、軍法会議が何であるのかね、まあ彼もね、例えばそのこの記事を、うん、記事じゃない、このシナリオ台本を用意したこの日テレマスコミだってね、この今回の記事書いた女性なんだっけ、女性自身か週刊女性かね、マスコミはね、どの、各社分かっているはずなのに、それには絶対書かないし触れないですよね。不誠実ですよね。通常の敵との交戦でのこの敵兵の殺傷には一般の刑法は適用されませんし、兵士はね、うん、訴追されませんよね。ここを桜井さんはね、分かってたんですかね。分かっていたはずですよね。いろいろ戦争について調べたんですから。なのに人殺しとね、元兵士のね、この高齢の103歳の吉岡さんを、言ってみればね、この罵倒したようなもんですよね。うん、兵士の戦闘での行為は普通の裁判では裁かれないし、その対象にすらならないはずですよね。うん、要は戦争と人殺しの区別がつかないんですよね。うん、だからこそああいう質問が出てきたわけですよね。うん、まあ自分が職務を全うしなければ、戦友や故郷のね、お父さん、お母さん、家族、故郷のに、もう何、ね、この傷がつくと思えばこその戦争だった、そういう側面もあったわけですよね。国を思ってっていうのはやっぱりそういうことだったと思うんですよ。だから職務を全うする義務感はね、番組、看板キャスターである彼ももしかしたら同じだったかもしれませんが、あの質問がね、上官の命令なのか本人の判断なのかはそれはわかりませんよ。わかりませんけど、あ
相手を傷つける可能性は考えたんですか？ね、問われる立場にはなったのも間違いないですよね。うん。まあ結局さ、これ多分この僕のこのチャンネル、僕の動画、特にこのロイヤルゴールドディガーさんの流れなんかをこう見てきてる人はね、すぐピンと来たと思うんですけども、いつもの流れですよね。うん、結局これも後出しじゃんけんじゃないですか。今更なんですよ。遅いんですよね。うん。まあ、なんだろうな、この桜井翔さんっていう方のこの底の浅さというか、冷たさというか、そういうのが露呈しただけなんじゃないですかね。うん。たとえ台本だったとしても、何の疑問もなく、ね、この40になる大人がね、言うセリフじゃないし、うん。だからファンだ、応援してきてたっていう人こそ、ね、かばうべきじゃないと思いますよね。だから僕のこのチャンネル動画へのこのコメントくださった方の中にもね、うん、結構冷静な、まあ、ファンだったっていう方、ね、ずっとね、このジャニーズ好きだったし、ね、この嵐応援してきたし、桜井さんのことも応援してきてたんですけども、今回のこれはひどいと思いますっていうコメントの方が圧倒的に多かったんで、ちょっと意外でしたけども。っていうか、当然そういう反応になると思うんですけどもね。ただね、まあ台本なのか本人の言葉だったのかってありますし、なんかこの記事にはね、うん、なんかこの桜井さんはこの戦争に対するね、この身内もねっていう感じで書かれていたから、なんかそこの部分も擁護するつもりだったのかもしれないですけど、僕はあの台本だけだとは思わないんですよね。なんでかっていうと、ね、この家族環境、家庭環境を見ればなんとなく想像つきますよね。うん。ご両親はね、もう元官僚で、今電通の副社長、ね、あと大学教授、で、ご兄弟もね、この記者、日テレの職員で電通でしょ。うん。筋金入りだと思いませんか？そっちの可能性の方が僕は高いと思いますけどもね。教育ってやっぱり大事なんですよね。これどうでしょうね。うん。多分ね、この月曜ぐらいから、まあ、マスコミ各社、ね、このテレビでワイドショーとかでも実際やってもらいたいですね。僕個人的には。うん。もう完全にこう、なんかこう、封印する方向にはできれば行ってほしくないかな。うん。もう徹底的に、うん、徹底、もう、正直さ、このロイヤルゴールドディガーさんの代わりのね、このネタをこう探してたところなんで、うん。まあ、やっぱりね、まあ、吉岡さんとしてはね、うん、ちょうどよくなんつったらもう大変失礼、かと思いますけども、ね、もうこの桜井翔さんの件はね、これはやっぱりね、なかったことにはできませんので、うん。まあ、擁護する人は全力でね、僕のチャンネル動画にもね、うん、いや、あなたは何も、カッパ野郎は何も分かっていない、芝居のごときがっていう方が、どんどんね、うん、桜井さんの擁護するコメント、のふりした僕への攻撃コメントでもいいですよ。ね、ぜひね、うん、僕が言ってること、僕が考えていることは間違っていると。ね、桜井翔さんが正しいんだと。ね、っていうことを証明できるもんなら、ぜひやっていただきたいんで、それはね、このマスコミとかね、このテレビとか新聞とか雑誌でもね、大々的にね、恥を晒し尽くしてほしいと思いますんで、当然それをネタに僕は動画を上げさせていただきたいと思いますんで、ここはね、うん、年内、まあ最後かどうかわかんないですけど、もう一盛り上がりやっぱ欲しいじゃないですか。ロイヤルゴールドディガーさんの代わりになるかどうかはちょっと微妙ですけどもね、うん、ぜひファンの方々こそあがいていただきたいですよね。煽ってますよ、煽ってますよ、乗っかってほしいですよね。うん、大炎上って言うからにはね、うん、ぜひね、このなんかこう間違った解釈がね、うん、まあ我々一般の日本国民からのこの事実をね、実際にこの失言じゃないですか、事実ですからね、でそれを元にしたこの批判をね、うん、デマ、ね、誹謗中傷だと、ね、デマを元にした誹謗中傷だと、日本国民一般のね、愚民どもこそ間違ってるんだと言わんばかりのね、うん、マスコミの桜井翔さんを擁護するね、うん、そういうなんか世論誘導をぜひ仕掛けてきていただきたい。ね、これ見たことかと叩きに行きますんで、うん、ぜひお願いしますよ。ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。